ジョン・クローランサムは、アメリカ合衆国の詩人、文芸批評家、テネシー州生まれ、バンダービルト大学及び、オックスフォード大学を卒業。1914年から1937年まで、バンダービルト大学で、英文学を講じる傍ら、フューレジブグループを結成し、南部文芸復興運動を担う。1922年から1925年まで、 アレンテートやロバート・ペン・ウォーレンらと共に文芸史、逃亡者を発刊するが、詩人としての活動は1925年頃までに終わる。ケニオン大学英文化教授を務め、反ロマン主義的なニュークリティシズムの基礎を築いた。1939年には米国で最も重要な文学機関誌となるケニオンレビューを創刊。21年間の在職中、同志において、 アレンテート、ロバート・ペン・ウォーレン、ウィリアム・エンプソンといった世界的作家の作品から、フラナリー・オーコナーや、ロバート・ローウェルら当時、若手とされた作家の作品に至るまで、様々な作品を紹介した。ケニオン・レビュー氏は、1940から50年代の英語圏において、最も影響力を持つ文学史となった。 1964年にセレクテッドポエムズで全米図書賞を受賞。ありがとうございます。